待ちくたびれたぞ。ネズミらしく逃げたのではと心配したわ。ジルファの仇、そしてシスロディア解放のためお前を倒す。大きく出たな。だが故にこそ感化できぬ。銀の剣にせよ、それ以前に存在したダナどもの組織のどれ一つとして我らレナの支配に傷をつけたものはない。五稜のいずれにおいてもそれは変わらぬ。だがお前、カラグリアの炎の剣、お前は別よ。ビエゾが倒されたのがよほど衝撃だったよね。は、両力の身が取り柄の男一人失ったところでいかほどの損失にもならぬわ。だが小さな火種も育てば大火になりうる。この問題はスルドブリカに勝る。故に滅ぼす。その日が五稜全てに及ぶ前に。違う、そのどういうこと。リングル、あ、大丈夫。シスロディアのスルド、ガナベルとファルティリ、全力を持ってお相手しよう。心置きなく死ぬがよい。よくもおやせろ。一度は我が元に控えておきながら、どの口で言うのやら。ゆれ、ゆれ使いたいするものか。火の精霊だ。そこまで止まらない。それせよ、憎いのたぎり。プレイド、エレス様、なら私が妨害を頼む。くだっ、行くわよ。あぶり、火の精霊に火を燃え。死の力で
国の同胞。
ああ